ンポン。お母さんって時々面白い天然ボケを発揮する時ってありますよね。はい、まあせやな。お母さんだって人間やし、面白天然エピソードの一つや二つは誰でもありそうや。ちなみに私のお母さんは先月ラップを始めました。面白すぎんだろ、ふざけんな。今回はそんなお母さんたちの面白エピソードを集めて煮詰めて食したいと思います。わけのわからん食レポ動画にするのはやめてください。普通に紹介しろや。まずは朝食を準備するお母さんからのメールをご紹介します。はい、朝食チリアスにする。思いは食事関連でこちらもご紹介。はい、今夜はエビフライだよ、早く帰ってきてね。サソリじゃねえか。お次はケーキのいいお母さんからのメールです。はい、今どことこどんどこどん、フルコンボだどん。お次はのびのびとしたお母さんからのメールです。はい、今からビヨヨンに行ってきます。お母さんのびのび。こんな明るいメールも来ています。はい、フロムお母さん、件名ニュース、お父さんがリストラだよ。お父さーん。てなにこれ、かわいいお母さんのメール特集。いや、かわいいけども。ちなみにこちらの方をご存知ですか。あ、先生のお母さんやろ。なんと今日はご本人に来ていただきました。いや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 、ヒュー、お母さん、かわいいお母さん、カワウソのお母さん、ラップどっちもかわいい。かわいいはかっこいい、かっこいいはライオン、ライオンといえばポンテライオン、ポンテライオンといえばドーナツ。連想ゲームを始めんじゃねえよ。イエーイ。友達のお母さんに失礼を承知で言いますけど帰れ。ピンポン。何やねん。悪夢を見ました。はい、悪夢。もうびっくりさせんといてな。ちなみにどんな夢を見たんや。黒ギャル30人が輪を作って私を取り囲み、トメトムリックトムスゴックスゴックワッカイシャーシャーシャー、レインボーマン、あのくたら303歩台って唱えてる夢です。怖すぎ。空トラウマになってもしゃあないわ。あかりちゃんは怖い夢見たことあります？うん、月並みやけど高いところから落ちる夢とかは怖かったな。お腹の内がふわっとする感覚が気持ち悪かったわ。え、あかりちゃんの内臓浮くんですか？浮きませんけど、物の例えや。あははなんで今私笑ったんですかね。知らねえよボケ。というわけで今から私は黒ギャルになりたいと思います。なんで？行きまーす。塗りがはみ出てる。はみ出てるよゆかりちゃん。ちょっと欲張りすぎちゃいましたかね。欲張りで空間を塗りつぶすのやめてくれませんかね。ゆずきゆかり黒ギャルバージョン、またの名を黒き夢の彼方へ。黄昏を夢見し終焉の黒ギャル、台無しだよ。あ、やびーやびー、なんやマジアブラーのチョベリカンプロンが安否を持ってあげぽよってんジャム MJD。 どういうことやねん。とても顔が油切っている超顔面ブサイクのロンケ野郎が安全ピンを持ってテンション上げてんじゃん。マジでどういうことやねん。では戻ります。はい、どうでしたか。私の黒ギャルははみ出ている塗りが気になりました。ガチしょんぼりチンデン丸、うるせえ。ピンポン。バレンは誰だ誰だ誰だ、バレンはデビル、デビルマン、デビルマン。うるせえ。誰がデビルマンやねんお前は。さて、はい、デビルイヤーは地獄絵図。そこまでむごたらしい耳ではないわ。デビルチョップで空を飛び、羽を使え。デビルアローは超変態、濡れ犬ですね。ふう、何落ち着いてんねん。その仕事をやりきったかのような満面の笑顔をやめろ。実は、はい、今日はこんなものを持ってきました。なんやねん。題して、悪魔があなたの来世を教えてくれるそうです。診断。うるせえ。どういったものなの。名前を入れて診断するを押すと、悪魔があなたの来世を占ってくれるというものです。ほう、なかなか面白そうやな。でしょ。見つけてきました。褒めて。はいはい、えらいえらい。まずはあかりちゃんからどうぞ。そうか、んじゃまあ遠慮なく。ほい、カルチャークイーンあかり。誰がカルチャークイーンだ、やめろ。カロリークイーンあかり。五感が似てるからいいだろうみたいなその笑顔をやめろ。なんか変な来世になってしもたな。じゃあ次は先生や。よろしく。かしこまり。まあ今が先生ってことは来世は神かみじんこですかね。二択の振れ幅大きすぎない？それは今のことです。自己分析の極み。いや、てかこれは来世も残念な人になるっていう意味やろ。ということは先生は来世でも先生のまま、つまりこれはいいね天才。いいねの天才。お耳がバカなのかな。このデビルイヤーをもってしてもよく聞こえないとは。まさかデーモンの仕業。ただの難聴やろボケ。